京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。 MC の宮本奈々穂です。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずは東京タワーからのお知らせです。テネシーウイスキーを代表するジャック・ダニエルのウイスキーの樽を100個積み上げた高さ約8メートルのクリスマスツリー、ジャック・ダニエルバレルツリーが今月25日まで東京タワーの正面玄関前に飾られています。このジャック・ダニエルバレルツリーは2011年アメリカテネシー州リンチバーグの蒸留所内で従業員たちが実際に使っているウイスキーの樽を積み上げて作られたクリスマスツリーが発祥で、毎年クリスマスシーズンに登場されます。その後2012年にイギリス・ロンドン、2013年カナダ・トロントに続き、今年ついに日本東京タワーに初上陸となりました。またバレルツリーの横ではジャック・ダニエルのオリジナルのドリンクやフードエリアもございます。オレンジ色に輝く東京タワーとバレルツリーの共演を美味しいお酒やおつまみとともにお楽しみください。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それではこの後出演していただく久江さんをご紹介します。久江さんは大阪府出身のシンガーソングライターです。2009年ミニアルバムレンボをリリース、2011年には久江さんの楽曲愛の物音が2時間ドラマ余命3ヶ月を生きるの劇中挿入歌になりました。そして2012年にセカンドアルバム出会いをリリースされています。それではご登場していただきましょう。久江さんです。どうぞ。皆さんこんばんは。どうもありがとうございます。大阪からやってまいりました。シンガーソングライターをしております久江と申します。久江がカタカナで、絵は絵画の絵で久江と申します。よかったら今日はあの名前だけでも覚えて帰っていただければなと思います。それではまず1曲目、私は自分で作詞作曲をしております。1曲目、わがまま涙聴いてください。6月の雨、ただわがままなだけの涙、あなたを困らせて別れた最後の優しい顔、いつかなると手放せない電話、じんじんと自分が作り出した傷が増えてく、忘れられないのは優しさだけがあまりにも残っているから、教えてくれた、あ
したくない。最後の恋の花を咲かせられるのは私じゃなかったのかな。ああ大切ちょっとこけたけどこんなね素敵な場所でこんな素敵な方たちに囲まれて本当に今日はすごい嬉しいです、ね、皆様の背中には素晴らしい景色が広がっております、ね、皆様は私を見ておりますけど私は夜景を見ながら歌っておりますね、ありがとうございます。大阪からやってまいりましたシンガーソングライターの久江と申します。5日から東京の方に来ておりまして、1週間以上今日で終わりなんですよ。東京何ですか見納めライブなんですけど今日がそうです。東京にはね月に一度、ライブしに来ておりますので、ぜひね被災情報皆様からの右手に物販があるんですけどそこにチラシを置いておりますのでよかったら持って帰っていただければなと思います。
それではちょっと座って歌わせていただきます。アルバムの中より、嘘つきな宝石箱という曲を歌わせていただきます。あなたと同じ車を見てはじゃないかって期待する。二人の抜け殻ばかりが目の前を通り過ぎる。何も言えなかった私の口が今さらどうしてこんなに溢れるの。喧嘩をした冬の交差点、私の手を握った風道、愛を残す公園、二人の未来辿った自転車、忘れる努力をするけど、こんな努力はきっと報われない。何のために強いふりをして、何のために自分を隠すの。いつも涙を星空に預けた嘘つきな宝石箱、顔を寄せ合った写真、傷をつけた二つの気持ち、
たくさんの方に聞いていただいてありがとうございます。今日はね、本当に東京タワーに来るのは何十年ぶりっていう感じなんですけども、本当にね、まさかね、自分が東京タワーの中で歌わせていただけるなんて、その時は夢にもね思っていませんでした。本当になんか素晴らしい景色で、なんかこの景色を忘れずに今日は歌わせていただこうかなと思います、ね、今日はユーストリーム配信もされているようで、ね、ご覧の皆様にはこの素晴らしい夜景が見えないのはすごく残念なんですけども、皆様の分まで私がしっかりとね目に焼き付けて帰りたいなと思います。はい、それでは歌わせていただきます。アパートという曲です。聴いてください。小さなアパートでお湯を沸かす二人、お揃いのカップにまだインスタントな愛、台所には緊張気味の背中、窓際の花は私たちを笑ってる、この部屋は電車の
もありがとうございます。アパートという曲を聴いていただきました。ありがとうございます。はい、私は、歌詞を重点にして、曲作りをさせていただいております。日常に、落ちている言葉を拾い集めて、自分なりの言葉で、ストーリーを描いたり実体験であったり、本当にいろんな曲を書いておりまして、実は今日はバラードばっかりなんですけども、ロックの CD も、出しておりまして、その CD も今日持ってきておりまして、今日のステージからは想像できないような凄まじいロック CD になっておりまして、歌詞もねすごいきつい感じの歌詞になっているんですけどもね、ぜひ聴いていただきたいなと思います。すごいこの世界に対する矛盾とかそういうものを、1曲17分あるんですけども、その中に詰め込んでおりまして、すごい大作なので、そちらの CD もぜひぜひよろしくお願いいたします。メインはアコースティックでライブをさせていただいてるんですけども、まずはそちらから被災入門ということでよろしくお願いします。ですね、はい、じゃあ、はい、それでは、昨年の、10月27日に初の、アコースティックアルバムを出させていただきました。その中より青の空という曲を聴いてください。
you gonna remember me again? We both know I know what you need. Think the obvious set me free. Think the obvious set me free. Do you wanna stay with me? Are you gonna remember me again? Are you gonna remember me again? I saw a new それだけでいいと思ってた。今も浮かぶよ、青の空の優しい目を。どうもありがとうございます。ありがとうございます。青の空という曲を聴いていただきました。はい、そう、私ブログを書いておりまして、毎日ではないんですけども、結構な頻度で書いておりますので、ぜひアメブロで被災で検索して、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。今日のこともね、ブログに書かせていただきたいと思います。さっき東京タワーをバックに写真撮ったので、それが載ってると思いますので、ぜひ今日のブログ見に来てください。ありがとうございます。今日は、ね、女性の方も多くて、とても、ね、目の保養になっていいですね。はい、じゃあ、僕に魔法が使えたらという曲を歌わせていただきます。君の名前を何度だって呼ぶよ。君の名前を何度だって呼ぶよ。この声がなくなっても、心の使い方がわからなくて、何度も人知れず心が崩れてしまう音を聞いたよ。この世界に君だけの色をつけるよ。軽蔑に似た
傷つく必要もない。僕に魔法が使えたら壊れた夢直してあげる。無力さを感じてる場合じゃない。君の笑う心に会いたい。僕に魔法が使えなくても君の足を直してあげる。色をつけないこの世界に君だけの色をつけるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。今何分ぐらい歌ってますか？ございます。私は、歌手になったきっかけというのがすごい単純で、友達に歌がうまいと言われて調子に乗って歌手になったですけども、友達に歌がうまいと言われなければ私は多分このステージに立ってなかったと思うんですけども、まあアーティストにとって調子に乗るっていうことは大事なことかなと思うんですけどもね。やっぱ普通の人はステージに立とうとか思わないですよね。なんでちょっとその友達に、歌がうまいなって言ってくれた友達に深く感謝したいと思います。ね、もし言われなかったら今日皆様ともお会いしてなかったかもしれないのでね、本当にね、調子に乗ってよかったなと思います。はい。で、そう、歌い始めた頃は本当になんか何にも考えないで歌ってたんですけども、最近はね、人から歌い終わってからありがとうっていう言葉を、たくさんいただいて、それからね、自分の心もだんだんと、変わってきたんですけども、やっぱりなんかありがとうって言ってもらえるってすごいありがたいお言葉で、やっぱりそのお客さんにも何らかの心の痛みがあるからありがとうって言っていただけるのかなと思っています。それからね、すごい歌詞とかもう一度見直したり何度も確認して、皆様にお届けできるようなできるように、心がけております。この世界はやっぱり
悩んでおられる方っていうのがすごい多くて、自らね命を絶たれる方っていうのもすごい多いので、私はやっぱりただ歌ってるだけではなくて、本当になんか自分が人に力を与えるってすごいおこがましいんですけども、なんかそういう気持ちでこれから歌っていきたいなっていう気持ちも持って最近は歌わせていただいております。なんか少しでもやっぱお仕事の疲れとか、やっぱ人間関係とかたくさんね辛いことたくさんあると思うんですけども、少しでもね歌を聴いて励みになってくださったら、すごい私は歌ってる意味があるなと思います、本当に初めの頃はそんなことも考えもしなかったんですけども、最近は歌心を大切にしていきたいなと思っております、ですね。なんか東京に来てすごい迷って、今日も赤羽橋駅にたどり着くまで本当にね結構時間オーバーしたんですけども、むっちゃ迷ったんですよね。で駅員さんに何回も何回も聞いてたどり着いたんですけども、本当に東京だけはね分かりません大変です。でもあのね、道に弱い私、月に一度東京に来ておりますので、ぜひね遊びに来ていただいたらねとても嬉しく思います。すごい綺麗ですね、夜景が夜景もね、楽しんでね帰ってくださいね。はい、じゃあ次の曲、月に隠れてという曲を歌いたいと思います。この曲は、9月の綺麗な月を思い浮かべて書いた作品です、皆様頭の中に、綺麗な月を思い浮かべながら聴いてください。月に隠れて。君は泣いてるの、僕にその涙は拭えるかい。いつも笑いながら僕の手を断る。君が包んでゆく。
切なさに比例して夜は深みを増してく。このまま連れ去って月の裏側に隠れてしまう。して肩を思う雲に陰る人の心は空模様淡く期待をして僕の心は手遅れに君を僕を包んでゆく。僕を包んでゆく。ありがとうございます。ありがとうございます。月に隠れてという曲を聴いていただきました。ありがとうございます。ではハンドマイクで歌わせていただきます。ありがとうございます。本当にまた東京には月に一度、来ておりますので、被災で検索して、ブログを読んでいただいて、ブログを書いてる下にずらっと、被災ライブの、最新情報が載っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、次の曲、私には永遠に会えなくなってしまった人がいてるんですけども、もしかしたら皆さんにも、もう会えなくなってしまった人とかいらっしゃるかもしれません。私はその人に、思いを届けと思って歌っている曲があります。それでは聴いてください。不届きな願い。嘘じゃなきゃ聞こえない、あなたが星になってしまった。思い出たちは儚くたって、しかりと咲いていた。あなたが宝物は今でも大切に来ています。冷静な
届きなまま美しく砕け散る非常識な運命の意味があるならちゃんと説明をしてなら神様なんかいない、もっと話をしたかった、星空に文句を言うよ。ありがとうございます。今日はね、結構バラードばっかりなんですけども、実はロック CD とか激しい曲とか、可愛いらしい曲も歌っておりますので、暗い曲ばっかりじゃないのでぜひぜひよろしくお願いいたします。本当にね、今日は美しい夜景を見ながら歌わせていただいて、本当にね、東京ね最終日、いい思い出ができて本当に嬉しく思います。ぜひ皆様の胸にもこの光景を焼き付けて思い出に残していただければなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは、祈りという曲を歌わせていただきます。私は、先ほども言いましたけども、歌詞に、重点を置いて、曲を作っております。この世界に対して、思うことを、歌詞に詰め込んで、歌わせていただきます。ぜひこの歌詞を聞いて何か皆様の中に何か取り込むものがあればいいなと祈りを込めて歌わせていただきます。それでは聴いてください。最後の曲で祈り。Thank you.
のだろう。ねえ、矛盾にも世界は美しいのだろう。ねえ、生きるって伝わらないことだらけ。ねえ、わがままな愛が渋滞してる。夜空の下で呼吸をする小さな心たちが星に祈りをする。あなたに会えたこと感謝してる。一秒の思い出も愛しい。あなたが生きたこと讃えよう。世界が笑えるように。泣かないでいて。人のせいにして自分を守りたがる。人はきっと完全なものになれない。うなずく自信がない結果ばかり傷を縫い合わす。針が折れかけている。どんなに望んでも戻らない。計り知れない心たちが思いを馳せる。人を騙したり傷をつけることは自分を傷つける。あなたが生きること誰も否定なんてしてないから。紛らわさないで、紛らわさないで。矛盾
にも世界は美しいのだろう。ありがとうございました。さえでした。ありがとうございます。ありがとうございました。もう一度久江さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。東京タワーでのライブは初めてということですが、はいはい、いかがでしたでしょうか。なんかすごいね、自分の歌とマッチするって言ったらちょっとねなんか調子乗ってるみたいですけど、すごいなんかちょっと歌詞の部分でなんか歌いながら夜景見ながらグッと来たりして、そうですね、とっても素敵な、自分もグッと来ました。皆さん来ましたか？来てください。グッと、いえいえ、皆さんにもきっと届いたと思います。はい、素敵なライブありがとうございました。久江さんは普段活動の中心は関西のようですが、はい、東京でも活動の幅を広げてライブ活動されているということ で、はい、今後の東京でのライブの予定ありましたら詳しくもう一度教えてください。はい、あの1月にね来ます。ちょっと覚えてない、ごめんなさい1月ですね。1月の22日、1月22日にから銀座のミーヤカフェで歌わせていただきます。あと1月23日には、真昼の月夜の太陽、あと1月24日にイオギチャイナスクエア、と1月25日に北参道ストロボカフェというところで歌わせていただきます。はい、ありがとうございます。新年からライブも盛りだくさんということ で、はい、でライブやイベントの最新情報はブログやツイッターなどでもチェックできるんですよね。はい、そうなんです。はい、そちらもぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、そして本日は皆様から見て右側に物販スペースもあるんですよね。はい、あります。今日 CD 持ってきておりますので、あの東京タワーのお土産にぜひよろしくお願いします。はい、ぜひぜひ皆様、はい、そちらもお立ち寄りください、はい、ということで久江さんでした、はい、ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。はい、さてそろそろ東京タワー TV サタデーエンディングになりました。いかがでしたでしょうか。明日も東京タワー TV サンデーの放送があります。第1部と第2部は神田亜希さんのラジオ番組の公開収録を行います。ゲストはステフポケッツさんと DJ コウさん、そしてギタリストの小沼洋介さんが登場します。第3部は19時から沖縄出身のボーカル&MC ユニットツインクロスが登場します。ぜひ東京タワー大展望台クラブ333に遊びに来てください。この後も東京タワーをお楽しみください。本日のお相手は宮本奈々穂でした。ありがとうございました。